皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学3年生の数学、今後の中に数を入れるという学習を します。2×ルート5やルート 5×2 というのは風に表すことができます。文字式と同じですよね。かけるという符号を省いてこんな風に書いて2ルート5と読みます。この2ルート5の外にある整数の2、この数字は実は、このルートの中に入れることができます。ではどうやって入れたらいいかというのを今から説明したいと思います。2ルート5というのはもともと 2×ルート5のことでした。2というのは2乗して4になるので、4の平方根のうちのプラス側ですからルート4、こうなりますよね。これにルート5をかける。するとこんなふうにルート20と、こういうふうにまとめることができるんですね。これをいちいちこうやって考えると大変なので、実際に計算するときにはこれをまずルートを書いたらこの中に外側にある2、これを2乗して5とかけると、そうすると2乗したら4ですので4、5、20でルート20と、実際にはこういう考え方で計算をしていきます。では例2の分数の場合はどうでしょう。分数3分のルート2、分母の方にね、普通の整数分子の方にルートがついた数が入っています。これも同じように3というのは2乗したら9になるので、ルート9とでルート2と、こういうことですね。するとルート1つにまとめて9分の2と、こういうふうになります。同じように考えてこちらと同じような考え方をすればね、これを3を2乗してこちらはそのままでルート9分の2と、こうやっても同じですね。よろしいでしょうか、ね、こういうふうな操作をするとルートの外にある整数の部分をルートの中に入れることができるんですね。これから練習をやってみたいと思います。もうすでに学習が済んでいる人、もう説明だけで自分の力で解けそうな人はどうぞここで一度動画を止めて自分の力で問題を解いてみてください。そして、解けたらもう一度動画を見て答えを確認してみましょう。この学習は初めてだという人はどうぞ私と一緒に解いてみましょう。ではやってみます。練習の1、2ルート3、これは2を2乗して3とかけると、そうするとこれ2が4ですね、4、3、12でルート12と、こんなふうにルートの中にまとめることができます。同じようにこちらもルートの中に外側の3を2乗して7とかけると、と差段額9、7、63でルート63とこうなりますね。はい、分数の場合も同じですね。2分のルート5というのはこの中はルートの2の2乗でルートの5ですからルート1つにして4分の5とこうなります。はい、丸44分のルート3、これはこんなふうに考えちゃっても構いませんよ。ここで4を2乗しちゃうんですね。で3でルートの中で16分の3と、あ、3が変になっちゃいました。はい、これでも構いませんね。
4ルート2ですね。4ルート2、ルートの中で4を2乗して2とかけると、で四四16かける2で32ですね、ルート。はい、これも同じように考えて、ルートの中に入れて5の2乗で6と、そうするとルート25分の6と、こういうふうに、外の、ね、ルートの外にある数、ね、ルートの中にまとめることができます。どうぞこの方法をしっかり覚えてみてください。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書の問題、問題集の問題解いてみてくださいね。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。